水生廿日市がくじをお知らせします。皆さんこんばんは。水生廿日市の時間になりました。今日は夢ホームの第三環境からお送りしております。夢ホームの石川由紗です。はい、皆さんこんばんは。青久美子と青石久美子です。第三環境なんですねでも久しぶりですよ。2週間ぶりぐらいですよ ね。こちらのガーデンルームでお送りするのは。そうなんです。今日は対面配信、朝は涼しくなったねと岡山115さんがいただいております。もう秋じゃねえ。秋ですね。秋竹城。秋竹城ねえ。そして健郎さんもご参加いただいてます。昨日はマリーナホップへミニ四駆のジャパンカップに出てきました。お、結果一次予選は通過しましたが二次予選敗退でしたということで、はい、ご参加されたみたいで。今度から差し来るように言うとくけそのことです。できるんですねいや、わしもね、赤のコペン買うとんじゃね、うん、まだ作っとらんのんじゃ。おお、作り次第参加せない。じゃあね、それもまた一緒にもしかしたら健郎さんと。けどまだ空母二隻とドメラーズ作ってからの順番になってる、うん、あ、じゃあもうちょっとまだまだ先、冬あたりか年内にということで長い目で見ていただきたいと思いますというわけで、今日も皆さん1時間よろしくお願いします。広島発痛快旅化バラエティ、水生廿日市。この番組は緑の力でより良い社会を、ガーデンエクステリアでおなじみの素敵住空間夢ホームの制作でお送りします。はい、始まりました。でも本当に涼しくなりましたね。一気に秋ですよ。ほんまね。ねえ。やっと多肉植物が出る季節になったね、うん。あ、この季節なんですか？うん。え、いいやつね。へえ。色のちゃんとしたやつはこの時期からなんだけど。へえ、うん。なんか野菜と一緒で年中普通にあるじゃないですか、うん、でもその旬の時ってやっぱあるんでしょうね。うん、だけ8月はわし、寄生教室止めとったのよ。あー、確かに、うん、へー、緑ばっかりで、うん、かわいくないよな、せっかく多肉なんだっけ、うん、やっぱりやりゃ お金じゃん。はい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 。けどなんかこう、ね、いい時、うん、ちゃんとかわいいのをお金出して作るのがええかなと思って、せっかく。あ、じゃあ今がいいわけですね、うん、これからよ。へえ、じゃあいろんな種類、そしてまあいろんなカラーっていうことですか、うん、そう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 、色とりどりいうんが寄せ植えのええところじゃん、うん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 、それが今まで夏はないよね。あ、そうなんですね、うん、そういうのも初めて知りました。じゃあ今からまたこう寄せ植え技術しょうちゃった人には悪いけどねでもまあね、またその時その時のね、緑ばっかりだったから、うん、ありますからね。また秋は秋で多肉植物ね、お楽しみいただけたら、まあ、まあこれが植物のええ季節よ、ね、うん、確かに食べ物もね、食欲の秋とかいろいろ言いますけども。今月末ぐらいから、うん、あのハンギングタブローの教室しようかな思ってね。え、何ですかそれ。これ壁か。あ、じゃあちょっとアップで石川さんちょっと、あ、恥ずかしい、うん、後々、じゃあまた新しいその多肉植物を使ったインテリア。そう、飾りよね、うん、おー、なんか普通に寄せて言うんも、うん、なんかわし飽きてきたっけ。あー、なるほどでもいいですよね、次からどん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 いろんな展開が見れて、うん、見てる方もする方も楽しい、うん、やっぱり多肉は好きな人も飽きてきょうないんかな、よ普通に寄せるんは。あ、そんな気がする。あ、まあ、それに慣れたらそうですよね、人間、うん、次へどんどん刺激を、そうそう、変化を、今も壁につけるしかないよ、ね、次は、うん、
ここで哲也、島田さんですね、石川様、今日も当店でお買い上げの T シャツを着用いただきましてありがとうございます。歩く広告塔だけ、上下とアーミーしっかりとね着てらっしゃいますよ。今日はですね、中秋の名月、いや大佐が持ってくるね、お疲れ、はいはい、服はいいのよ、綺麗が、おおね、おっしゃってますよね、だけどもう全体コーディネートしてってからね、おお絶対的な信頼、センスもええし安心だよな。あでもそういうの大事ですよね、服のこう、まあセンス好きなデザインとかもありますけど、そこの売る人っていうのも大事ですよね。まあ奥美さんらは普通のサイズじゃけえけど、わしら、ビッグサイズ、4L から 5L のあれじゃけね、でさらにそのサイズの中に好きなデザインがあると、これいいですよね。そうそう、ね、やっぱりスーパーとか行ってあるけど、もう限られてるよね。はい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 、もう柄もそんな、もうこれで絵買うてしまえや思ったらノラクロじゃったりね。たまに着とるけど。ドラクロあの水色のものです。違いましたっけ。ここへでっかいドラクロ。うん、なんか、あ、白の、白の。あ、わかりますわかります。そう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 。まあ、ええんじゃけど、まあ、46にもなってみたいな、なんか。石川さんだから大丈夫ですよ。健郎さんが、コペンは先行プレゼントの時に応募して当たりましたという。え、そういうのあったん。おーみたいですね。で、哲也島田さんからはありがとうございますというふうにコメントをいただいてます。歩く広告塔じゃけはしらねえ。本当にでも良かったですよね、そういうお気に入りのお店、出会えて、あ、ええ思うよねえ、ああいう人が一人おったら助かる、まあ車にしても何でもそうじゃん、何でもそうですよね、この人に言ったらそう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 、結局そうですよね、何でも、やっぱり商売の基本なんだろうな。そうですね、人対人なので、そう、ね、今日はあれですよ皆さん、中秋の名月、おおもじゃ、ね、お月見、ライトだった。えらい近い。お月見、お月見、いやあの月の色ってなんか気持ち悪いよね。今日どうですか、ちょっとオレンジがかってる、見てない、今日見てない、うわー思って、あの、現場対戦に出てくる月みたいなんて、分からんだろ、あ、見える見える、ここから、あ、すごい見える、あ、ほんまじゃ、映りますかね、ちょっとウッチーさんに頑張って映してもらおう、生放送で見える、すごいすごい見える、すっごい輝いてますよ、映ってますか、あ、だいぶ明るくなったね、ね、白っぽくなってきたな、ちょうど見える、そのね、お月見満月の下で本日ついなまつかいちね、お送りしておりますけれども、ええね、そうそう、青組さんは歩くパーソナリティ、石川さんといいコンビやわ。岡山115さんいただいております。 4L とか大きいサイズって選択の余地がないよね、わかるということで、岡山115さん、そう、肩幅がね合わんのよね、あ、そしたらしんどいですよね、肩幅合わないと、フリー L でも入るのはあるんだけど、袖が短かったりで、なんか ああいう部分部分がね、はいはい、ちょっとちんちゃくりになるんですね、ひどいひどいちんちくりん呼ばわり初めて言われたさらっと言いましたけどそうそうそう、さすがだね、ちょいちょいね、そういうわけですよね、でも今日ほんと涼しい、ですよね、どうでしたかこの1週間、石川さん、そう、なんかね、昨日、はい、昨日でうちの近所の双葉図書が閉まったよね、はあ、閉店、なんかベースで完全閉店、はい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 、そう、なんか売り出しとかあるんですか、お、 DVD のレンタル落ちが1本200円で、10本以上買うたら7割引きじゃいうの、へえ、買われたんです、そう、それを土曜日にして、土曜日の夜行ったんかな、そしたらも大行列ができとって、へえ、やっぱそうなんだ、とりあえず行こう言ったら、はい、まあ、ある程度残っとったんかな、え、息子さんと、うん、はい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 、ほんで100本遅刻とか嘘10本じゃなく100本、すごい、90何本かな、なんか
そう、もう本数わからんけどね。じゃあもう息子さんも自分の好きなの、そう、もう長男にもカゴも持たせて好きなもん取ってこいって。へえ。うん、でわしもまずアニメからわーっと回って、はい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 、邦画が多いかったんか、時代劇とか丸々残っとったんや、やっぱみんな見んのかな、偏るんですかね。うん、でも棚がどんどん開いていくんですか。そう、ほんで日曜日に行ったらもう歯抜け、もうふかふかになっとって、で洋画とかまだやっぱり全体の本数があったんか知らんけど、うん、結構残っとって、でホラー映画中心にまた40本遅刻ってもう今から当分あれですね。うん、けど今日ブレイキングパッドのシーズン3借りてきたけど、ね、あ、いやいやいや借りてきたそれはそれ、これはこれ、別なんですね。そう、まあね、まあどういうか、うちが引っ越してきた時からあって、結構双葉中心でわしら動きおったわけよ。うん、双葉図書よく聞いてましたもんね、うん、石川さんから。そう、ほんで出没スポット、やっぱ子供の絵本とか双葉でこうたりで、長男がまあね6年生とかになって、ちょっと友達と行ってくるわとか言って、あで俺は双葉図書一人で行ってきたっけみたいな、その一人で出歩く目標地点みたいな感じだった。そうなんですね。うん、だけどああいうのね、 すごい思い出してね、うん、こうどんな思い出があるんかねいうような話しようって、やっぱりこう、まあ、子供らにしてみたら俺たちのカードの社交場がみたいな、そうなんだカードコーナーがあるね。はい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 、うん、子供らも集まる場所がなくなったいうんで、確かに悲しいなあいうんで、で、まあ、まあ今日はね 本について考えるとしたら、うん、伝えやとかあるけど、うん、あれ本屋じゃないよね、わしから見たら。ああ、蔦屋とかないのですか、ご近所って。ちなみにそうそうコメントが入ってます。蔦屋、宮内店あるんだけど、蔦屋ってなんか DVD のレンタルとか販売の横になんか売れ筋の本が置いてあるような気がして、あと CD だったりとか、うん、でなんか本屋いう感じはないよ、わし。ああ、なるほどね、そうかも、うん、で、ね、第一参考書ってないのよ、うんうんうん、あの子供が中1で勉強するやつとか、うん、あれ全部双葉図書行きよって。ああ、なるほど、うん、でいろいろこう売れんだろういう本までこう置いてあるのがやっぱりこう図書本屋、本屋さん、うん、ほんでまあ、双葉がなくなったいうことはこう本屋自体がなこの町はなくなったんだな思ってね。すごいね、なんか寂しい感じるよ。確かに大きいですよね、自分のこう住む町から本屋が。そう、そう言われてみたら。ほんであの本屋の数って町の知識レベルに比例する言うて、うん、よう聞くけ、うん、どんな町なんや廿日市は言うて思ったりね、うん、確かに本を読むっていうのとまた DVD 読み違いますもんね。違う、明らかに違う、うん、で今夜がない町で育つ子供らはなんかかわいそうだなぁ思いながら、まあブックオフもあるんだけどね、うん、ブックオフはまあブックオフよやっぱり、うん、またこうね、うん、ちょっと目的が違ったね本屋さんというか、ね、そう。ほんでまあちょっとまあ多分建物の老朽化とかああいうんじゃろうなぁ思いながら。そうなんですね。うん、だけどちょっとね寂しいなあ、うん、言うんで。へえ、うん、じゃあ昨日で閉店ですよね。昨日で完全閉店で、まあそれは徐々にね品物がなくなってきてたよ、はいはいはい、段ボール箱とか、はいはい、置いてあったり、で、まあ、本屋がなくなる過程も見れたし、あ、まあ、こういう風に店じまいって閉店ってするんだっていう。そうそう、けど閉店するその日まで本日発売をちゃんと置いとってくれよだけね。さすがじゃな。あ、そうなんですね。へえ、うん、そうなんだ。そう。だけなんかね、町のなんかが抜け落ちたような感じがする。何かの閉店ってそうですよね。これがまあねラーメン屋とかねなんとか言うんじゃったらまだしも、うん、こう
本屋って知識の中心だけどね、それが抜け落ちたような町として大きいよと思うよね。なんぼこうアマゾンじゃどうじゃこうじゃよっても本屋の力今すごいっけね。こうね本棚見ようって、おこれは言うて、アマゾンって自分が欲しい本とかね、目に見える範囲、自分の知識の範囲でしか買えんような気がするし ね、 ね、まあ、おすすめってから出るけど、まあ、そのレベルよね。でまあ電子書籍とかああいうもあるけど、どういうのちょっと間違えとる思うの、私なんか、本ペーパーの活字言うんは、やっぱ力があると思うよ。そう、読む人、本を愛する人はそうおっしゃいますよね、みんな揃ってそうやって、そういうわしら読まんでも買うけね。あ、いつか読むね。あ、健郎さんがですね、新しい夢タウンには行かないですかね、双葉って。行ってほしいよ。まあ入るんですか。 まだ全然わかんないですか。全然わからん、全貌がわからん。ああ今引き抜きにかかるんだなんて、なんとか。あ、でも本屋さん入りそうですよね。まあ、入るじゃろうな。そうかもね。じゃないと寂しすぎるよな。まあ、一軒ね、福山の軽文社がおるんよ、支店が。はい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 、あれはまあ立派な本屋よ、ほんまの。廿日市では一軒よね。ああ、そうなんですね。なんかそんな気がする。あとは蔦屋だろう。富士とかには入ってないんですか。富士も蔦屋。あ、そうなんだ。本屋らしい本屋淘汰されて、双葉が入ってきて、双葉ぐらいになったら、歯抜けになる、そうですね。じゃあそういうことが昨日起こったわけですね。そうね。ちょっとわしら子供の頃はやっぱり本屋いうのは特別な場所でした。特別だったよ。あ、まあ、うちの子にもそうだけど、はい、本買う言うたらなんぼでも金くれよったよね。何の本とか聞かん、もう漫画でも雑誌でも問題集でも、とにかく本と名が付くもんは買うてもええいう家だったんや。だけどうちの長男にも本は別、小遣いとは。とにかく読め言うても、はいはいはい、何でもええ言うて。で今も実際読んでますか。で活字読めよってね、ちゃんと字の活字とか小説読めって言わんでも読むようになるんよ。へー、漫画をじーっと読めよった子は、さらに知識が欲しがったら、ね、進撃の巨人解体全集とかなんかこの文字の真剣に読むじゃん。そう本当そうなんですよね。ただ文字の読み方がわかるけ、小説ともスースー読むよね。で文章力もつくし、ああいう親が強制せんでもこうそういう環境を与えてやったら、最初の癖づけは、でも大事なんですね。それはそう思う。女の子たちは、娘さんたち、女子グループはどうなんかな。女子グループ、あ、けどねえねえは本読めよるよ、ちゃんと。なんかそんな気がしますね。本書いて字書いて書いていう文系だな、やっぱ。確かに。パンツ一丁先生はまだあるじゃんね。自分で動く動いて表現。そう今日、何が欲しいって本屋行ったらテレビマガジンとかね。あ、そうなんですね。特急ジャーが出てる系とか、はい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 、妖怪ウォッチがある系とか、もうなるほど。男の子だな。受けますね、その興味持つ視点が。そう、昨日食い物屋でカチューシャもろとったけどね。ああ、なんかおまけついてくるんですか。こうやってやってました。ああ、そういうのはやるんだ、ちゃんと。いつの間にか なくなっとったけどね。もうなんかそうなんだ。まあ活発でよろしいんでね。でわしら
わしは子供から父親が本読めたよね。ああ、うん。うん。ほんで、兄貴も、推理小説が好きでね。へえ。普通読まんやつ。エラリー・クイーンとか。いました、うん。エラリー・クイーンに、ディクソン・カーに、ああいう、隅の老人とかな。うん、その、本格推理と呼ばれた、海外の、あれ全部フロードったんや。へえ。すごい。でシャーロック・ホームズにエルキュール・ポアロとか、うん、あれをわし小学校5年ぐらいから読むよった。だけどその、うん、お兄ちゃんの読んでるのをそのまま影響されて読むもんなんですか。うん、でそっからわし独自にこの金田一耕助シリーズ、はい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 、そっか、で、うん、6年生中1ぐらいには読破しとったよね。はー、うん、怖いな思いながら。うん、でやっぱりなんか田舎の飲酒いうか、うん、古いしきたりの話とかだったっけ、うん、お世話になって読んだらまた違う感じ方が、うん、けどようこれ小学校の時読んだな思いながらね。すごい活字の量だし、難しい文字とか、そうそう、うん、ね、言葉とか絶対出てますよね。ああいうの、ほうあの頃ちょうど角川文庫がもう絶好調だったって、はい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 、人間の証明とか証明シリーズに戦国自衛隊か、うんうん、名作だね。京太郎シリーズっていうコメントいただいてますけども、ん、九太郎、九太郎、京太郎京太郎、いや西村京太郎はねサスペンスになるのわしらから見た、うんうんうん、またちょっとあれですか、うん、そうそう、うん、山村美佐とか赤川二郎西村京太郎、はい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 、見たちょっと違うんよね、うん、よくサスペンスの予告で出る名前ですね。そうそう、あこら辺は本格推理と推理と、うん、サスペンスミステリーいうのが分かれとるね、うん、はまたちょっとジャンルがね、あれを全部なんか今一色体になってるけど、うん、で島田総司いう小説家が、はい、そのこれじゃいけんよんで本格推理宣言みたいなのしたんやな、うん、わしは大学ぐらいの時か、うん、ほんで出てきたんがあの乗月凛太郎とかああいう新本格と言われた人らだよな、うん、分からんだろ。すごいコアな世界、うん、すごいね。ちゃんと推理小説で読める人は犯人が分からないとか、はあ、で探偵役とかがなんかおって読者にも分かるようなヒントをどん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 与えていく、で最後の結末寸前に読者への挑戦状を言って、はあ、もう犯人は分かりますかみたいな、はい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 、今から謎解きが始まる、うん、ショーが始まるみたいな、はー、うん、あれを島田総司がきちんとやっちゃったよな。へえ、うん、これが本格推理いうやつ、読者をこう巻き込んで、うん、うん、でそれにまあ犯人分かってるけど、うん、動機が分からんとかトリックが分からんとかいうのが推理小説、はいはい、うん、ああなるほどなるほど、うん、これもグダグダになったのがミステリーになってくるよね。はー、じゃあいろいろあるんですね、うん、そういう、そう、西村京太郎のすごいのはトラベルミステリーいうのを確立したいうのがあ、はあ、うん、へえ、そうそう、健郎さんが、本当町の本屋さんはめっきり見なくなりましたねって。そうね、あけどどっか北海道かどっかのちっちゃい本屋が人気で注文殺到で、え、なんでですか？なんかその本を知り尽くしたオーナー、ああじゃあもう仕入れてる本が、でもう読者が注文する人がこんなこんな感じの1万円分送ってくださいとか、へ、うん、すごい、だそうならこれ叶えてからズバリ、うん、送るわけよ、それがヒットして忙しいと、るわけですね、やり方なんだろうな。ああああ、うん、古本屋でもカフェ機能を持たしたりしょるじゃん。ああ確かに、あの板橋なんじゃん、はいのはい、ね、やり方なんだろう、自分が好きなもんしか入れんいう本屋もあるし、 ありますよね、うん、
そっか、それがハマってね、ちゃんと商売になれば、うん、それはいいことですよね。あとは工夫できるかどうかよね。そう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 。へえ。全部生き残りじゃもうよ、知恵で。やっぱり普通にね、本を仕入れて、まあ、週刊誌売ったり、振るんはもう難しい時代なんかもしれんけ、雑誌も売れないって言いますもんね。DVD に手出すんかもしれんし、うん、こうしたらブレるんやな、何屋さんなのいう、本もあり文房具もあり何にありいて、うん、確かに。だけどそれを言いや、この廿日市の経文社は立派なんや、本だけなんや、本だけ、うん、わし行くよね、やっぱり。そういう方はね、うん、支持されますよね、きっと。そう、そう思うよ、みんな。まあ、福山にある経文社はほんま伝えみたかったかというね。あ、そうなんですね、うん、あ、寂しいな、うん、本店がこれじゃいけんじゃんみたいな感じはしたけど、うん、でわしはほんま子供の頃から行きよったん、経文社よ、へー、福山。じゃあ、うん、愛着ありますね。うん、やっぱあるよね。ねえ、うん、なるほど。本や本の思い出いうのはやっぱり、うん、何歳になっても覚えてる。ねえ、そんなね、一店舗が閉店したということでね。うん、うん、でも本読んでやっぱ高校の時、うん、獄門と探しに行ったもんな。獄門島、うん、金田一耕助の獄門島を言うて、知らん、うん、ちょっと気が狂った三姉妹が、まあ、殺される殺人事件なんだけど、その俳句に見立てて、うん、全部見立て殺人なんや、うんうんうん、それを金田一耕助が解いていくんだけど、うん、でその獄門島の位置がやっぱ小説に書いてあるんだよ。岡山県の笠岡からどうとか言って、フェリーに乗ってとか、けどその通りにフェリーで出なかったんだけどね。あ、そうなんだ。そのフェリーの一個前の島までは行けたんだよね。はあ、うん、あ、この次が獄門島なんだいうとこまでは行って、海水浴して帰ったけどね。すごい満足感があった。へえ。八幡墓村とかね、全部岡山県なのよ。あ、そうなんだ。細壁川の上流で地図でこう調べた。なんかちょっと知ってる土地だからこそ、うん、またね。そう、作者の横溝正史が、あの東京大空襲のあれで疎開してきとったよね、こっち、岡山県に。で、田舎ならではの風習にビビって、夜怖いなあ言うて、いうのから出てきとるね。へえ、うん。だけど金田一耕助のデビュー事件がやっぱり本人殺人事件って岡山なんよね。ほー、うん、そうなんだ。そうそう、でああいう岡山にゆかりが深いんよ。あー、っていうことですね、うん、で岡山県警の磯川警部が金田一耕助とコンビよね。ほー、うん、で関東県は向こうの県警の轟警部におる。ほー、轟さん、うん、行く場所によってコンビの警部が違う、ね、違うわけですね。これもまた面白いな。へえ、うん、あの届け警部はよし分かった言って、うん、ユンが名言で全然トンチンカンな推理して、うん、苦笑を振るみたいな感じ。はあ、その、うん、お決まりの展開が、うん、映画でもあの角川の金田一耕助シリーズ見てみられる、面白いよ、結構。へえ、うん、なんかそういう説明を聞くと面白そうだなって思う。そう、悪魔の手まり歌、うん、結構名作揃い、全部映画化されとるよ。うん、うん、悪霊とはもう横岡山か。そっか、じゃあもう岡山とかなり。金田一耕助はね、ほんま途中で最終回になったんだけどね、あの、うんうんうん、病院坂の首くくりの家言うてね、うん、でアメリカ行ってしまうんや、金田一耕助が、うんうん、うわこれはいけんな思って自分で続編書きかけたもんね。これで終わってしまうちゃいけん思って中学生の時それすごい、その行動へえ、そっ
こまで。ほうね、これは社会人になっても似たようなことしたな。あの、へえ、仕掛け人バイヤーなんて必殺仕事人の元になるやつ、うん、あれ池波正太郎いう人が小説書いたんだけど、うんうん、途中で死んでしもって、うん、絶筆になってしまったね。うわ、これいけもって続き書いたもんなちょっと送ればよかったのにどこ行ったんだろう言うだけどね、もう20年前ぐらい、ね、そうなんだ。なんか純粋にねやるよ、ね、へー、別に、まあ、文章が上手い下手関係ないよね、うん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 、もうその世界にね、そうそう、これ結構みんなやっとね、やったんじゃないかな、うんうん、書かなくてもこう自分でこうストーリーを作ってみたりとか、うんうん、あのみんなさらば宇宙戦艦ヤマトで、うん、ヤマトが最後ね自爆しに行ってバーンってなって、うん、でみんな泣いたんだけど、うん、わしらあいかんこれは思って漫画でバーンって突き抜けて息取ったみたいなそう続きかけをだけね、へー、うん、あーなこうなんか、そうなんだ、それ面白いですね、うん、さらに膨らまして自分流にそっからもうね、ほんま大学ノートで細かいて漫画描きよったよね。へー、しかも多分それ一人一人ね、うん、描かしたら違うだろうし、ちょっとずつ面白いですよね展開が。ヤマトの絵ってみんな描けとったっけね、子供は。あ、そうなんだ、うん、男の子は特に。そう、どの教科書見てもやっぱりヤマトは書いてある。ヤマトいましたそうなんですね。どんだけうまく描けるかいのステータスだった。あー、当時、うん、へー、そっかー、そうね、本当双葉図書ですね。寂しいですよね。そこへ戻るか。そうですよ、そうですよまあね、うん、しょうがないな、こればっかりだな、うん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 、でもね、またその書き込みもあったようにね、どこかの店舗に入るかもしれないし、またあれですね、ほうね、入ってくれるといいですよね。夢タウン入るんかもしれんな、本屋さんね、あってほしいですよね、うん、というわけでね、また情報を追いたいと思います、はい、というわけでここで1曲お聴きいただきます。今日は久しぶりですね、この曲、柿田つまるさんで恋模様です。どうぞ。惚れた女
お届けしましたのは柿田つまるさんで恋模様でした。ということで岡山115さんがご意見番さん元気かなっていうコメント。 あれほど元気な人間おらんでしょそしてさらに岡山115さんが青組さんタバコ大丈夫、石川さん映ってましたもんね。今青組さんと一緒に不要だ今いやプカプカね、なんかプカプカね、ヘビースモーカーだけ石川さんね。結びつけ。そう。ね、はい。でもね、本のことで前半お話ししましたけども。うん、そう、こ後半ね、うん、あの探偵小説いうのがね、うん、やっぱり基本なんやわしらの。へえ、石川さんの、うん。はい。いつから目覚めたんですか。小学校3年生ぐらいね。これあの少年探偵団あの明智小五郎、怪人20、はいはい、ああいう図書館に置いてあったよね昔、小学校の、うん、はいはい、あれとかルパン、うん、ルパン一世いうかねあれをアルフェヌルパンね、ああいうの読みよって面白いなあいうんから始まっとるよね。へえ、うん、だけあのめコナン君の小五郎いうのはあれから来とるよね、明智小五郎から、うん、コナン君人気ですよね、男女問わず年齢層幅広く、もういつになったら黒服のあのメインの話になるんかも小学館がさせんのんだろうな、あれ。あー、なるほど、ドル箱がなくなるみたいな、ね、そうそう、まあコナン君も途中までは面白かったかな。あー、でもだんだん、うん、なんか飽きてくるな。へえ、うん、で金田一少年の事件簿、はい、あれ読んだらね、うん、あの日本
そこら中の推理小説のトリックを全部パクった作品じゃけ、あれ。あ、そうなんですか、うん、へえ。いろいろ楽しめる、ね、あ、うん、あれオリジナルのトリックってあんまりないと思うよ。へえ、うん。これあえて知っとるもんが見たら分かる、ね、うん、あれはどこどこのふうふうふうやっとるわみたいなへえ、そうなんだ、うん、だけどそれ踏まえて楽しめたけど、ね、でも人気なシリーズですよね。うん、知らん人はあの漫画見て、わあすごいトリックだな、うん、この漫画みたいな漫画になり、うん、でドラマになりとかですもんね。そうそう、うん、あれ使い古されたトリックばっかり、ね、へえ、やっとる、うん、割と日本の小説で言うたら、ああいう明智小五郎、金田一耕助、うんうん、あとだ三田良清とかある、うんうん、三田良清とか、まあ和製シャーロック・ホームズみたいな感じ。ああそうなんだ、へえ、うん、あとは京極堂うん、あの産めの夏とか根源ごぶつい小説があるよね。読んでたんですか。うん、弁当箱と言われる、へえ、うん、ああいうというか探偵を職業としとらん人が、はあ、謎を解くみたいな感じだね。はあ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 、はあ、最近の主流言ったら、へえ、うん、昔は僕探偵ですみたいなのが出てきよったんだけど、うんうん、あまりにも不自然な最近ね、へどうやって食うていけない話になる。はあはあはあ、うん、金田一耕助とかは後援者がおったよ、うん、久保銀蔵いうね、うん、お金出して後援者パトロンよね、はい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 、うん、おったんだけど、うん、そう明智小五郎とかどうやって食うていけんかわからんみたいな、まあ、それが商売なんかな言うなけど、うん、ああいう辻褄が合わんもんは最近受け入れられんのんだろうな世の中が。ああそうなんですね、うん、で京極堂だって古本屋じゃっけね、うん、うん、なるほど、そうそう、わあいろいろあるんですね。推理小説でも殺人ばっかりじゃないんよ、はあ、あのベッドディテクティブ言ってね、うん、ベッドに寝たまま、うん、まあ、脇役が情報を与える、うん、で探偵役のはその与えられた情報のみから推理するような、へえ、うん、これはこの、まあ、大怪我してから暇だからなんか謎解きはないかって言ったら、うん、で邪馬台国でも探したらみたいな冗談で言って、うんうん、お、それはいいなって、うん、このベッドに寝た病人が、うん、邪馬台国の場所を突き詰めていくいうのがあった。ああ動かず、うん、へえ、そう、これ高木明光のね、邪馬台国の謎、それ新しいですね、なんか。いやもうこれ30年前ぐらいの小説なんだけど、うん、うん、これ義経を源義経って、うん、あの奥州で殺されたけど、うんうん、ね、大陸に渡ったいう伝説があるけ、うん、ほんまなんかどうか確認したり、そのベッドに寝たままこう情報だけで、へえ、それは、うん、こう何かそれこそオーラとか何系が見えるとかじゃすぐ関係なく、うん、ない、もうほんまわしらでも手に入るような実際にある文献を、はあ、提示するわけよ。ここにはこう書いてあるとか、あ、それをまあ寝たまま、うん、推理してって、うん、そうそうみたいな感じですか。で分からんことあったらその脇役に、うん、ちょっとこれ調べてきてくれって、うんうん、言ったらまた資料持ってくる。へえ、あ、なるほどなるほど、うん、じゃあ邪馬台国はここだよみたいな感じにちゃんとまとめて、ね、行かずにね、現地に、うん、動かず、ふうふう、はー、これ割と面白い。うん、グリとグラは永年の名作やねっていうコメントもいただいてます、うん、好きよ、うちのもなんかこれはずっとですよね、やっぱりずっと親しまれる言ったらあれなんだろうな。妖怪ウォッチもポケモン超えたいって言おるし。あ、そうなんですか。人気とかね、すごいです。え、その妖怪ウォッチがここまで人気、爆発的な人気、魅了さす魅力って何なんですか。で全然妖怪ウォッチ分かんないんですよ。カードが人気とか。だけどあの九州のレベル5いう会社よね、仕掛けとんが。へえ、これ朝のなんか漫画なんですか。そうそう、
漫画をしてるんです。こう妖怪ダンスするへーで、キャラクターがいてたくさん、うん、でほんまポケモンでやった通りのことをなぞるおるに、へあの会社は、うん、今までダンボール戦記とか稲妻イレブンとか、うん、ガンダムエイジかな、うん、ああいうのを仕掛けてきて、うん、で結局、まあ、ポケモンみたいなのやってみよういう、うんうん、試しにやったりね。けどポケモンみたいなのってどういうことですか。集めて、あーカードとか、主人公が戦わして、でゲーム機とモノとアニメを連動さすんですよ。はあはあ、うん、これによりポケモンは爆発的な人気になったり、で収集欲、うんうんうん、なんかプロレスラーもハマっとったじゃんテレビで。ああそうなんですか、うん、こうやって全部、へえ、これはレアメダルじゃいってから大の大人が喜んで、昔で言う何ビックリマンチョコのシールみたいな感じです。今で言うなんだろうな、うん、集めてでレアが出ない言うんで、はあ、で漫画もあり、でわざと売り切れさして、うん、話題にさして徐々に出していくみたいな。へえ、その妖怪ウォッチは男の子はもちろん女の子も好きなんですか。今日うちの一丁先生とかハマっとるよ。どんなハマり方してるんですか。まあ妖怪ダンスを踊ったり、あの、まあ、ソーセージ買ったらシールがついてきたりね。へえ、でうちのテーブルへ、ここはパパの席でステッカー貼ってくれるよみたいな。妖怪ウォッチのここは2、2ってペタッまたシールだらけになって。そうなんだ、うん、ありがとう、ありがとう、もう見守り系で分かりやすいよねここへえ、だってもうすごい聞きますもんね、うん、だけど妖怪メダルインを集め出したら大変なんよ。え、それは集めてないんですか一丁先生。おお、それはもうちょっとやめとってみたいな。あー、なるほどなるほど、うん、言ったら長男校できとったけどねあ、じゃああの世代も、うん、あの世代も面白いアニメ見よるよね、うん、へえ。そう、仮面ライダーにしても、まあ、今月最終回じゃけどやっぱり見よるよね長女は見よらんけど長男次女はガン見よね。ここがそう、朝の、うん、日曜とかなんですか。そうそう、で一丁先生は録画をもう一回みたいな。へえ、一回ですね、映画何回も2回、3回、4回、5回でダンスを練習して、あ、して、はい、いやすごいハマってるからみんな、で、うん、偶然の産物じゃないよこれね、うん、ちゃんともう計算して仕掛けとる系、もう予定通りの爆発なんよねあれ。で、カードは何、うん、あのゲームセンターとかで買えるんですか。そうそうそう、ゲーセンで買ったり、うん、なんかガチャガチャで買えたり、いろんな。じゃあ1枚100円とかそういうのですじゃないんかな。うーん、ちょっとこれは分からんな、ついていけんね。うーん、すごい人気ですよね。ただまあ安心なんは、あの仮面ライダーオーズとかもメダルで変身するで、タカトラバッター言ってからやったけども、仮面ライダーって1年したら終わってブームがなくなるいうのが分かっとるけ、うん、買い控えするよねもう途中から。ああ、そうなんだ、うん、妖怪ウォッチってエンドレスじゃけ、うん、これから、はい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 、うん、売れとる限り続けるわけじゃけ、買いやすいよねみんな。なるほどね、うん、すごい戦略にこうもうみんながまんまと、そうそう、はま、うん、はまっとるよね。へえ、面白 い、 賢い、やっぱ賢いよ、ちゃんと考えてますよね、うん、うん、ほんま、ああいう収集物いたらすごいよね。はぁ、うん、今日ちょっとなんかその妖怪ウォッチ知れましたね。名前ばっかりは聞くけど。そう、うん、流行りですもんね今ね、妖怪ウォッチと。妖怪ウォッチぐらいじゃないの、まあ、アイカツとかああいうのはまあよく分からんけど。アイカツってあのアイドルのアニメですか。アニメやるんかな、
なんかそれで見たことある。朝、日曜の朝の分ですよね。女の子たちが出て、確かそれ見たことあるかもしれない。へえ、いろいろ子供の中でもブームありますね。ほうね、どうなんだろう、まあ、長女はそこまでもともとアニメアニメ言わんけね、自分で絵描いたりするパターンだけ。3人いたらまたそれぞれ違いますね、興味示すものとか。そうね、長男の後ろ次女がくっついとるけどうしても一緒よね男のもんばっかり見る、ね、面白いですね、全然違いますね。そうそう、うん、あ、アンパンマン、アンパンマン、アンパンマンはもう鉄板よね。あ、そうなんだ、うん、へえ、じゃあもう誰からも愛されるやっぱり漫画、うん、キャラクターなんですね。やっぱり子供って丸いもん好きじゃん。あ、確かに。ほらもうアンパンマンどこ見ても丸いパーツなんだけど、ほらヒットするよねへえ、いう推測で。ちゃんとそういう心理をついてるんだ。うん、そうそう。で今までなんかパーとかピーとか、うん、この発音いうかね、うん、ああいう名前のがヒットしおるなーって思ったんだけど、今回妖怪ウォッチってどこにもついとらんけ、うん、ええー、思って妖怪ウォッチってちゃんと言えるんですか、ちっちゃい子たちは。妖怪ウォッチ、あー、なるほどねそっかそっか、うん、なるほど、ねえ、今流行りの妖怪ウォッチですよ、ね、タコつく、うん、高くつく、あー、まあそうですね、親御さんはね、うんうん、ね、はい、というわけでここで2曲目をお送りいたします。本日の2曲目はレッドヘルアーミーで希望の歌です。
けどもどかしいけどそれでもまだ見ぬ命守るため戦うのでしょう、hey! 思いやること譲り合うことその美しさで明日を変えよう。ゲートで重ねて声を張り上げ心つなげば希望へと変わる。笑顔こぼれて明日を芽吹かせもくらいてく共に生きてく友と レッドヘルアーミーで希望の歌でした。ね、音楽を流している間にね、長男さんが塾から帰ってこられて、うん、ね、お水曜日は、はい、何だったかね、水曜日ビールの、おお、そうそうそうそ う, そうビール祭りに行くんです、私たち。そうそう、はい、またフェイスブックとかでね、ねえ、あげたいと思います。どこであるんか忘れたけど、秘密です。秘密ですね、楽しみですね、あさって。うん、 ああいうのわし初めての気がする。でも多分石川さん、あの今年夏家族ご家族で行かれたリーガー、うん、みたいな感じ。あ、そうかな。あ、楽しかったよかな。でも多分そういう子供ね、規模はあれかもしれないけど、ビールだけ子供飽きとらんだろう、うん、ああそういう子供の遊ぶブースとかではなく、こう大人が楽しむ感じのあれかもしれない。こうワイン持ってこうみんなこうズルズルズルってズルズルズルってね、なんと品がないそうそう、あさってね、ついのまファミリーでビールを、そう、ね、楽しみに行ってまいりたいと思います。コストコパーティーの次はビール会ということでちょいちょいなんかね行事的なものがありますけども、まあね、まあ、大事ですよね、飲みニケーション。うん、そうそう、ねえ、うちは会社の飲み一切ないけどねうんうんうんこういうのは楽しいな。そう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 。あ、けど10月8、9とね、社員旅行行くんよ、はい、どこにですか。北陸兼六園見に。へー、10月、おー、石川県かな、富山県かな。あー、そうなんだ、もうすぐじゃないですか。あー、もう来月やな。へー、それ逃したらもう暇がない。そうですよね。ちょうど壁面緑化大きいのが終わるけ、うん、そこで一旦休憩いうんで仕切り直しで、うん、次のガーデンへ行こうなんてね。あ、いいですね、社員旅行とか、うん、だって今時ないですよ、うん、ねえ、まあ、いいことだ。まあ一泊二日で、まあ、ゆっくりできるんかできんのかからんけどね。まあまあ、うんうん、でもでもねえ、へえ、来月社員旅行と。ふうふう、もう10月か、うん、早いですね。やっぱ子供の行事とかね、なんやかんやで。秋といえば運動会ありますか。今週末が長男の体育祭。おお、中学校の体育祭、また小学校と違って、まあ、見学いうことで。ああ、同じ。ああ、悲しい。見学をどうするかやね、見学を一緒に見るかみたいな。え、何それでもこうお弁当作ってって、ああ、どうなるんだろう、ちょっとまあ話してみないけど。あ、そっか、走れないからかわいそう。そう、なんとかグッドマン病みたいな。うん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 、もう溢れたけどね、足がね、ちょうど成長期の男の子に多いあれですよね。うん、そうだそうだ、レントゲン見とったら軟骨が剥がれたのがくっきり分かるんだね。すごいな、うん、痛いです。え、痛がってたんですか。授業中、体育の授業中急に激痛が走って。あ、そうなんじゃ。
今日、うん、転げた言って、あほんで保健室行ったらこれは、あもう、うん、よくある、うん、あれなんでしょうね。そうそう、じゃあもうしっかり背が伸びてるってことですね。まあもう奥さん超えて結構大きくなってるけどね。急激に伸びて、そこにさらに部活動とかが入るから男の子って割と多い、ね、急に朝練行きだしたし ね、 ねそれが結構来るんですよね成長期の子には。でも成長してるってことですね。まあそうだろう、成長病じゃ言うんで。そう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 、まあそれはちょっと なんじゃ思ったんでしょうね。びっくりしますよね。 なんか人体切れたとか、なんかそうなんかな。はい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 、でも安静にしてればっていうことですかね。お医者さんもね、うん、まあ運動せにゃあええんじゃけど、この年の子に運動振るないとも無理だしの。そうそうそう、だから分かってらっしゃるで、ね、だからまあ自分も痛いから、ま、それの無理なくぐらいでね、うん、で体育祭はちょっと先生と相談してみー言って、逆に種目によっては、うん、もしかしたらそうですよね。確かにせっかくのあれですからね。まあ、授業はサッカーだけど、サッカーはダメだと。あ、うん。うん。本当無茶しないようにね、背が伸びてるってことですね。というわけでですね、あのついなまの来週最終回来週がですねお知らせなんですが、うん、祝日ということで、うん、はい、お休みをさせていただきますということですね、うん、はい。この次の週が青久美さんお休み、はい、そうなんです、私がちょっとお休みをさせていただきます。でも放送は、うん、放送はやりますんで、はい、ウッチさんとわしで、はい、皆様見守ってあげてください。訳ありカップルみたいな見守ってあげてくださいませというわけで石川さんとは再来週ですね。で来週再来週、来週休みなので再来週で、私は最後の週にまた戻ってまいりますので、はい、よろしく。寂しいね。よろしくお願いします。でもまあとりあえず3人はあさってビールをしっかり楽しみたいと思います、今日も皆さんありがとうございました。広島発痛快緑化バラエティついなま廿日市、この番組は緑の力でより良い社会を、ガーデンエクステリアでおなじみの素敵住空間夢ホームの制作でお送りしました。おやすみなさい。Yeah.